こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。うつ病で会社を休業した時、最も簡単に受けられる給付金、それが傷病手当金です。傷病手当金とは、健康保険に加入している人が仕事以外の怪我や病気のため働くことができず、会社から給与が支払われない時に、その療養中の生活を保障するために支払われる給付金です。この傷病手当金は、うつ病によって休業するような場合にも支給されます。傷病手当金を受けるためには、次の4つの要件を満たす必要があります。 1. 療養のための休業であること。業務外の怪我や病気で療養しているということも必要ですが、療養が必要であれば、自費診療や自宅療養でも大丈夫です。しかし、美容整形や業務上の傷病などは保険給付の対象外です。 2. 労務不能であること。労務不能とは、実際に仕事に就かなかったということとともに、病状から見て本来従事すべき仕事に就くことができないということを言います。そのため、病気や怪我は休業を要する程度でなくとも、遠隔地で通院のため事実上仕事をすることができない場合や、医師による休業を指示された場合も労務不能と判断されます。今回の動画はここまでです。次回は傷病手当金の4つの要件のうち、残り2つについて解説します。